山田です。本日ですね、なんと次回開催のコミュニティデイ、つまり今週末ですね、行われるダンバルのこのコミュニティデイで、まあまだね、特別な技が一体何になるのかって発表がなかったんですが、こちら発表になりました。よいしょ。なんですが、どうかな、この動画の公開タイミングでもしかしたら公式サイトの方は更新されてないかもしれないし、されてるかもしれないんですね。ちょっとわかんないんですよ。なんですが、今回なんとですね、私山田チャンネルの方で、ちょっとナイアンティックさんの方から、あ、まあ毎度のことなんですが、画像データ、次回覚える画像データおよび動画をいただいております。いつもありがとうございます。ということでね、今回、この何の技を覚えるのか、コミュニティで当日一体このダンバルを最後まで進化させて、メタグロスにしたら何を覚えるのか、こちらを紹介していこうと思います。今回覚える技、その名前、そして威力はこちらでございます。ババンと、はい、下見てください。技1は、まあ、いつも通り、普段から覚えるバレットパンチ、技2でございます。こちらが今回特別に覚える技、コメットパンチですね。はい、まあそもそも事前にね、何を覚えるのかっていう予想の段階でコメットパンチなんじゃないか、コメットパンチだろう、絶対コメットパンチだみたいな感じで意見パンパンパンと変わっておりましたが、まあドンピシャって感じでしたね。はい、見ていただいて分かる通り威力は90の鋼タイプの技でございます。まあ鋼タイプの技に対してこうポケモン GO ないだろうね、評価ってちょっと難しい部分正直あるんですよね。まあ鋼タイプの技が、何に刺さるのかって話を一旦させてください。はい、鋼タイプの技というのはですね、効果が抜群になるのが氷、岩、フェアリータイプ、この3つです。それに対して効果が今一つになってしまうのが炎、水、電気、鋼ということでですね、まあ、ジムや、まあ、レイドバトルだったら氷、岩、フェアリータイプ比較的見るんですけれども、ジムにこの3パターンのやつらが、まあ、その単体ではね置かれてないやつが多いかな。とにかく、この3つの、タイプが、刺さりますということだけ覚えておいてください。ついでにですね、このコメットパンチ以外の鋼タイプの技ちょっと見ていきましょう。はい、こちらでございます。まあ技1に関してはね、今回は、まあ、比較してもしょうがない部分がありますので、技2ゲージ攻撃を見ていきましょう。今までの鋼タイプの技は、まあ、2ゲージ技、3ゲージ技、1ゲージ技それぞれございました。威力だけで言えば、技、こう威力が100でかつゲージ1のラスターカノンが、まあ、最強な感じになってはいるんですが、ヘビーボンバーや、ジャイロボール、アイアンヘッドなどなど、技2のやつらはね、こう全部使い切る、ラスターカノンよりダメージ出るじゃないかと、そういった感じにも見えますね。またマグネットボム、はい、これねあんま使ってる方いないと思うんですけども、3ゲージの威力70ということで、そこだけで見るとね結構強いんですよね。まあ単純にDPS の数値だけでいったらちょっと低いという感じでございます。で今回の、まあ、コメットパンチが2ゲージで威力90ということで、他の2ゲージ技と比較してみても威力が一番高いことがわかりますね。現状だとジャイロボールが2ゲージ技で威力最も高い80だったんですが、それを超える90ということで、これめちゃめちゃ強いですね。ラスターカノンが1ゲージ貯めて100出るのが半分で90出ちゃうんですよ。まあ、だから正直今回来るコメットパンチっていうのは鋼タイプの技の中でも最強と、もう言い切っちゃってもいいんじゃないかというぐらいの、そういった技になっております。では、そんな、コメットパンチ一体どんなモーションなのか、こちらちょっと見ていきましょう。はい、それではね、いただいているこちらメタグロスがバンギラスにね、技を当てる瞬間をちょっと見ていきましょう。それではゴー。はい、スタートしまして、技1当ててて、ゲージ溜まるの早いですね。そしてここでコメットパンチが、エフェクトが結構星がキラ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 みたいな感じで、飛んでいって、まあ威力今分かったかと思います。割と高いんですね。はい、まあここに今立っているバンギラスがそんな強くないっていうのは正直あります。 CP2540 のバンギラスなんで、まあこの状態でジムに置いてあったりとか、そういうのはあんまないと思うんですよね。まあなので実際は3000超えのバンギラス相手にするともっとねこう軽減されちゃうとは思うんですが、それでもこの速度感、出せるまでの速度と出した後のこの技自体の速度、結構速いなと僕今回印象、ちょっとあります。というところでコメットパンチ威力も高いし速度もまあまああるということで、 DPS だいぶ高い
くなってくれるんじゃないかなというふうにちょっとこの映像を見て私山田は思っております。で、じゃあメタグロス自体の地位というか、メタグロスのまあじゃあステータスを見た上でこの後どんな感じになっていくのかというようなお話をしていきましょう。はい、こちらメタグロスのページでございます。まあ、タイプは鋼エスパーですね。そしてここがすごいんです。驚異の高種族値なんですね。 CP が、3637まで上がります。全体で考えても9位ですね。はい、ただがこの9位っていう数字はですね、今まで実装されてるポケモンたちだけなはずですね。なので今後、第4、第5、第6とかね、追加されてきた時にちょっと数字が変わってくるかなと。そしてヒットポイント、こちらが全体で84位と、まあこの見た目の割にはねそんな高くないような印象を受けるんですが、それでも160ございます。そしてですね、火力があるんですね。攻撃の種族値257、全体で13位。そして防御が247、全体で18位ということで、メタグロスはですねヒットポイントだけが若干こう見劣りするんですが、攻撃と防御は非常に高いというようなポケモンでございます。はい、ここまで話を聞いてピンときてる方もしかしたらいるかもしれません。ですね、 CP 調整が行われると。でその時に種族値ですよね、を結構その今までだったら防御ってあんまりこう注目されてきてなかったんですよね。そんな防御をもうちょっと見なきゃいけないと。ヒットポイントばっかり見てもしょうがないと。ヒットポイントももちろん大事なんだけども、そこの差を埋めようというような、そういった方向に今現在動いておるので、このメタグロスがもしかしたら情報修正されるかもしれないわけですよね。なのでもしかしたらこの CP3637 以上になる可能性もまだ秘めております。まあもちろんね、ここはねその CP 調整、その全体の、ステータスのバランス調整が行われるまではどうなるかわからないんですが、防御型でかつ火力もあるメタグロスが強くなる可能性を秘めています。そして今回コメットパンチで攻撃力の鋼技を覚えたと。いやー、ちょっと期待が高まっちゃいますね。はい、ちなみになんですが、はい、メタグロス自体はですね、まあ弱点と耐性、炎、地面、ゴースト、悪、これがちょっと刺さってしまいます。その代わりこの刺さらないですね、軽減できる技の、あ、技じゃない、タイプかの幅がめちゃめちゃ広いと。はい、ノーマル、草、氷、飛行、岩、ドラゴン、鋼、フェアリー、毒、エスパーとめちゃめちゃありますね。はい、っていうところなんで、このメタグロス、まあ攻撃する側としても十分優秀なんですが、ジムでメタグロスに挑戦した時に、まあ今言ったこの4つ、刺さる4つのタイプの技を出してあげないと他軽減になっちゃうんで、まあ入れ替えになる可能性が非常に高いんですよね。まあ例えばですよ、ノーマルタイプのポケモンとかが多いから格闘とか入れてるかもしれないじゃないですか。で格闘が刺さるやつらがジムにいっぱいいればいいんですけど、その中に耐久力が高くて別に刺さらないメタグロスがドーンといると、でうわってなるじゃないですか。でそうじゃなくてもですよ、まあ例えばノーマル、草、氷、まあ本当に下にある技構成のやつらですね、まあドラゴンが刺さらないのは結構でかいなと思うんですけれども、とにかくその軽減できる幅が広いのでジムに置いた時に生き残りやすいと。はい、なんですが、じゃああと今さっき僕怪力ね、ちょっとね話したんですけども、怪力を入れて怪力で等倍になると、じゃあ等倍だからいいじゃないかと思われるんですが、今回ねコメットパンチの話をしてるんですけど、コメットパンチが来たことによってジムに置かれがちになった場合、こういうことが考えられるって話をさせてください。ですね、まあ、本人エスパー破壊なんで、もちろんエスパータイプの技も覚えるんですよね。試練の頭突きか、サイコキネシス、この2つを覚えます。コメットパンチかもしれないと思って等倍だからいいやって言って怪力そのまま残してるとエスパー飛んでくるから、いや結局変えなきゃダメじゃんみたいな、リスクがあるから変えなきゃっていう風に、まあ、結局なるわけですよね。メタグロスを置くことによって、まずよく、レイド、ジムか、よくジムで使われがちな怪力とか格闘タイプのポケモンを牽制しつつ、まあ、入れ替えさせることができると。で、刺さってくるのがどっちかなっていうのがわからないっていう、そんな状況ですね。はい。結構強いです。で、本人ね、さっきもそのコメットパンチの出が早いので、ジムに置いてる状態でね、まあ、等倍だろうとなんだろうと結構すぐ飛んできちゃうっていうのも、いやらしさを感じるので、まあ、あれに近いかな、カビゴンとか使ってると、のしかかりとかあるじゃないですか。あれって割とすぐ飛んできていやらしいなと、うわ、ちょっとだるいなと思う人いらっしゃると思います。あれに近い感覚になるんじゃないかな、なんて個人的には思っております。はい、ということで、今回、まあ、コメットパンチを覚える、メタグロスが、コミュニティデイで作ることができるということが判明しました。ということでね、皆様今のうちから、まあ、パイルの実を集めたりだとか、スーパーボール、ハイパーボール、この辺を集めるだとか、こんな感じでね、ちょっと準備をしておくのがいいんじゃないでしょうか。結構ね、その鋼技
っていう風になってくると、使わない瞬間が今までね多かったんじゃないかなと思うんですが、これだけ本人の種族値が高くて、かつ技自体のね、もう優秀だと、まあ、全然評価変わってくると思います。あの便利に使っていけるポケモンだと思うので、皆様しっかりと捕まえていきましょう。ですね、僕当日ですね、コミュニティデーの当日に高個体値がゲットできるか正直わかんないんで、今ね10キロ卵めっちゃ割ってます。1体でも高個体値ダンバルが入手できればみたいな感じでね、今準備しているところでございまして、まあ皆様もそれやってみてもいいんじゃないかななんて思っております。色違い当日ね、色違いかつ高個体値でコメットパンチ用意したいよね。ちょっと悩みますよね。3時間、まあね、入手できるかわかりませんが、皆様頑張っていきましょう。はい、そんな感じでございました。ということで、今回は、コメットパンチのちょっとね先行情報ということで紹介させていただきました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。